ん、こんにちは、森崎アリスです。痛い、噛んだ。ということで、前回の動画の続きなんですけど、今回は福袋を紹介したいと思います。ミンプリムの福袋を買ってきました。はい、なんでこの時期に福袋って思ったでしょ。私が普段行っているですね、原宿のアルタ、まあアルタがねできたんですよ、原宿に。まあしばらく多分原宿行ってない人はもしかしたら知らないと思うんですけど、竹下通り入ってったところの右側にアルタがあるんですよ。はい、で右側のアルタがなんと1周年になるらしくですね、その1周年の記念の福袋ができていたので衝動買いしてしまいました。開けていきたいと思います。テレレレラン、あれラン。バあ、かわいい。ちょっと待って、普通にかわいいぞ。なんかアクセサリー入ってる。ほら、こういうアクセサリーとか、まあ、リボンですね。それで2点、アクセサリーが2点と、あとアパレルのが5点くらい入ってて5000円とかだった気がします。わお、なんて書いてあるの、 What? なんて書いてあるのって思ったら What? って書いてありました。 What? ですね。 What? これってなんか重ねて切るのかな。あ、そうだね、多分これと重ねて What? を切るっぽいですね。でもワンピとか、ワンピなの、これワンピなのかな、短っ。あ、そうだね、ワンピだ多分。かわいい、ワッツかわいいです、ワッツ。あ、かわいい、あ、超かわいいよ。じゃん、これはなんだろう、なんて言えばいいのかな、これ、え、これなんて言えばいいんだろう、トップス。はい、かわいい、おっぱい入るかな。じゃん、キロットスカートが入ってます。ほら、ピンク、かわいい、これいいじゃん。あ、これさ、トップスとめっちゃセットってかわいくない、なんかミンプリムっぽい。私ミオレミューとか昔からすごい好きなんですけど、ミオレミューはマルキューに入ってるんだけども、なんかそっち系の柄が多くって、ミオレミュー系とか、なんかチェックが好きなんですよ私。チェックのピンクがすごく好きで、かわいい、ほら超かわいい。あ、これはめっちゃなんかお得な気分になっています、今。いいね、良きですね。じゃん、後ろリボンになってるセーター、でも七分ですね、七分のセーター入ってます。そしてじゃーん、これはこれなんだろう、まあ、でも夏ですね、全部、まあまあサマーな感じの、まあ全部ちょっとサマー仕様かな大体は。はい、こんな感じ、かわいい。あとは何も入ってない。でもこのバッグが超かわいいですよね、まずね。私このバッグ本当に普段使いできるかなと思って買ったんですけど、普段からのまずショッパーも超可愛いんですよ。私めっちゃそこでいつも買ってるんですけど、ほらこれそこのショッパーなんですけど、可愛くないですか。これのなんか普通のバッグ、トートバッグバージョンみたいな、ビッグバッグみたいな感じで可愛いなと思って買ったんですけど、めっちゃ可愛い。なんか福袋なんかすごいラッキーな感じだな。いいな、夏とか絶対私超これ履きまくると思うから、あ、出たって思ってください、みんな。福袋って思っていただけたらと思います。はい、ということで今回の動画はミンプリムの1周年、アルタ1周年の福袋のご紹介でした。皆さんよかったらアルタの1階に、1階のね一番奥の方、スイマーとか過ぎたあたり、奥スイマーの斜め隣にミンプリム入ってるので、よかったら見てください。天使のねリュックとかも置いてあったりとかして、でニコルちゃんとかもねたまに来てたりとかするとこなんですけど、すごい可愛いものがいっぱい売ってるので、ぜひよかったら見てみてください。ということで森崎アリスでした。バイバーイ。ツイッター、インスタグラム、バイの ID は横に書いてあります。ぜひチェックしてみてください。ということで次の動画も楽しみに。チャンネル登録してね。